ジャパネット高田がこれ通販とか物販をこう、まあ、業界をこうリードし続けられるこれ理由っていうのは何 なんですかね。でもずっと考えてます。なんかこう、結局昔だと家電ばっかり売ってたんで、はい、でもそれじゃあお客さんに楽しさ伝わらないなと思って、旅行とか食べ物とか始めてるので、うん、まあ、基本的に売れないものがないと思ってるので、うん、5年後10年後何売ってるか 僕もまだ分からないですし、うん、そういう意味であんま先入観なく、お客さんのためにいいものだったらやろうっていうのを決めてるだけですね。まあ、クルーズ船がね、タレントの方がヨーロッパにあのクルーズに乗りに行く、1週間ぐらい行ってそれを番組60分にして、その後その船が来年日本に来ますっていうショッピングやったらめちゃくちゃ売れるんですよ。へえ、うん、船員なんかイタリア人とかフィリピン人とか、はい、結構国際色豊かで、なんか外国に行った気分になれるんでしょうね。ずっとスタッフが乗って船でずっと渡ってきますんで、その人たちがずっとアテンドしてくれる。日本からだとどこに行くんですか？横浜発着で日本一周を10日とかでして4000人ぐらいのお客様が乗るっていう船ですね。でたまにね、韓国とか台湾とかそういうところにもうちょっとだけ寄ってみたいな。割とこう中高年、まあだからあれですよ、ジャパネットのお客さんに結構マッチしてますよね。そうですね、もうめちゃくちゃ相性。なんで思いついたんですか？いや、なんか僕もあんま知らなかったんですけど、一回提案があって、じゃあ乗ってみようって言って乗ってみたらめちゃくちゃ良かったの。本当おっしゃるように乗ってみるといいんですよ、うん、でもみんな知らないならこれはチャンスだと、ね、いうことでやり始めました、3年前にお話を聞いた時に、その堀江さんが通販はよくわからないけど、そのスタジアムとクルーズ船はかなりいけるっていう話をちょうどされてたんですよね。そうでしたっけ？そうなんですよ通販と BS はわからないけれども、クルーズとスタジアムはすごいいいって話。 BS どうなんですか？BS、まあ、頑張ってますけど、やっぱりまだ1年半なんで収益的にはまだまだですけど、うん、でもいい改善は、それこそこの M リーグに参入しましたんで、チーム名がビーストジャパネクストっていう、まあ BS のチャンネルがチームを持つっていうやり方で知名度を上げようというのをやってますけど。どうして BS を始めようと思ったんですか？いや、まあ、結局うち商品を届けるとか、まあ、生まれたものをちゃんと販売していくっていうのは通販なんですけど、 BS ってやっぱり情報を出していけるんで、マネタイズは後でまず正しいものをちゃんと伝えるものが手元にあればいろいろできるんじゃないか。で、まあ、1年半で随分いい方向には来てるので、堀江さんに多分最初それはいい選択だって最初に言っていただいたのを覚えてますね、テレビの参入は。いや、テレビは、はい、まあ、要は僕は箔付けのツールだと思ってるんで、それはね、おっしゃったように最近分かります。テレビでやっぱりいろんなつながりができることで、今度スタジアムのイベントにも出てもらえるようになって、うん、あ、そうそうそう、いや、だから地上波持ったらどうですかってずっと言ってましたそう、一回飲みながらその話して結構真剣に検討しましたからね、はいはい、でも堀江さんもね、あの前からそのテレビの地上波っていう話は地方局に関して言ってました。みんな言ってんだけど、うん、結局テレビの影響力っていうのはどちらかというと権威とかブランドなので、うん、はい、そうですね、テレビの意味も僕すごくあると思ってて、やっぱりなんか情報を選びすぎて好きなものしか見なくなってるのは結構危険だと思ってて、知らないけどなんとなく見てたら入ってくる情報によって新しい趣味とかアイデアが広がる世界もあるんで、そういう意味ではテレビはなんか大事にしたいなっていうのは思いあるんですよね。今後通販事業はどのような展開を考えてらっしゃるんでしょうか？でもなんかエンタメと通販が緩やかにつながればいいなと思ってて、僕らはコンサートとかっていうのももうね、売れる時期が来ればいいなと、うん、結局音楽ってずっとファンクラブの方がコンサートをずっと見に行くっていうスキームじゃないですか、はいはい、でもファンクラブに入るルートって意外と確立されてなくて、だったらこのミュージシャン知ってるけどファンクラブ入ってないけど面白そうだから長崎旅行して音楽見てこようってテレビで見て、それで来てもらったらその方がそのミュージシャンと出会って人生変わってファンクラブ入るみたいな、うん、そういうことも我々がやれたらいいなと思って計画してます。それ福山さんのやつでやってほしいです。福山さんでやってそうだったらファンクラブ入ってるんですよいや、それファンクラブ入るほどじゃないけど、なんか名前は知ってるみたいな方との出会いを作りたいなと思うんですけどね。まあフェスとかになっちゃいますけどね。そうですね、フェスでも確かにいろんな人がいます。まあ、実際その大量の商品っていうのが あると思うんですけど、これさばくためのこのオペレーションでこう改めて工夫してる点教えていただければと思うんですけど、テレビなんかで言うと視聴者の方が今欲しいものをずっと想像して瞬間的にバッと踏み込むってやり方で、それを半年1年前から戦略的にどれぐらいの数あれば
あまりすぎず足りなさすぎずっていうことかっていうのを計画的にやってるので、物が良ければ残ってもなんとかなるって思いながらやってますけどね。だから全部買い切りなんですか。買い切りなんですよ、うち。返品しないっていう前提で、その分条件を下げて値段を下げるという。でもこうメーカーとしても本当重要な販売チャンネルですよね。そうですね、そう言っていただけるメーカーさんと、一方でジャパネットでやると目立つから、はい、なんか他のお店に怒られるからうちではやらないっていうメーカーさんもあるんで。そうなんですか。結構真っ二つに分かれます。へえ、はい、逆にあのいろんなチャンネルで売ってるじゃないですか、はい、あれの買い方ってどういう戦略なんですか。僕らベルトでCM の90秒枠とかを買うことがあるんです。 月日まとめて買うと、もちろんその枠代も安くなるので、うん、それでいい商品があるときはショッピングやりますし、ちょっと CM やりたいときは30秒の CM3 回連続で流すとか。枠ももう商品と一緒ですね。もうまとめて買って中をどうするかは我々の戦略に合わせて調整するってやり方が結構特徴で、それは他ではできないので、その分枠が多分安く買えてると思います。でもその枠の買い方もいろんな媒体があるのに、はい、その地上波を買う、 BS を買うとかあるじゃないですか、はいはい、それはどうやって決めてるんですか。もともとそういう買い方がある。局さんとの関係は大きくてですね、結構この番組お客さんの視聴層近いから、こうベルトでどうですかとか提案をいただくことが多いですね、はい、売れなかったら別の時間帯をまた提案いただいたりとかっていう感じですね、はい、もうでも今ほぼ番組とシームレスですよね。そうですね、見え方が、はい、だから最近トライしてるのはそういうゴルフ番組でゴルフの道具とか、旅行の番組で旅行とか、うん、お散歩番組で食べ物を食べて、食べ、ね、あのクッキング用品みたいな感じですもんね。この前 BS であの中田秀さんに出ていただいて、はい、あのまあ、我々のチャンネルで、はい、その後その障害者日本酒を販売したらめちゃくちゃ売れましたけど、ね、